んにちは、山梨放送アナウンサーのハードキャッスルエリザベスです。6月は土砂災害防止月間です。梅雨の時期、これから雨が多くなりますね。台風にゲリラ豪雨と心配なことも多いと思います。ぜひこの土砂災害防止月間、この機会にもう一度安全対策について考えてみませんか。6月4日放送のワクドキ山梨では、その土砂災害を防ぐための県の取り組みについて紹介します。実は今後ろに見えていますあれも土砂災害を防ぐものなんですよ。詳しくは6月4日のワクドキ山梨6時57分からの放送です。ぜひご覧ください。